はい、どうもこんにちは、JJです。今回はこちらの、手押しポンプを作ります。隣のトトロの、サツキとメイが水を汲むシーンでもこんな感じのを使っていますね。レバーを使って動かすと水が出てきます。材料の方は、塩ビのパイプ、そして、ボルトなど、ホームセンターで、全て揃えられます。それでは作り方に行ってみたいと思います。
いかがだったでしょうか。このポンプのこのパイプの部分をもっと長いものに変えれば、低い位置からも水を吸い上げることができます。あとはこのハンドルのデザインを変えてみたり、色を塗ったりしてみて、オリジナルのポンプを作ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。